こんにちは。転売アカデミー堀秀夫です。今日は Amazon への質問に画像をつける方法です。カスタマーサポートね、わかりにくい入り口から入って、この質問の文章を送ります。この時ね、画像をつけたいんですけど、よくあるクリップみたいな印がないんで、ちょっと画像がつけられるところ気づきにくいんですけど、このアドアタッチメント、ここをクリックするとですね、ファイルを選択する画面になります。で、そこで選択したファイルを、Amazon の方に送れますので、写真が違うとかですね、あるいは画像出てるのを教えたい時とか、そういう時にこの、アドアタッチメントをお使いください。画像添付の方法、ちょっとね、カスタマーサポートで添付方法がわかりにくいんで解説させていただきました。以上、転売アカデミー、堀秀夫でした。